なんたらくんからの年賀状にね、受験頑張ってねって書かれていたのよ。え、そこはお互い頑張ろうねとかじゃない？そうなのよ。普通頑張ろうねだよね。そこをわざわざ頑張ってねと書いてきたってことは、うちは決まったけれどお宅は頑張ってねって意味だよね。なんたらくんはもう指定校推薦が取れたのよ。チャンネル登録よろしくお願いします。なんたらくんは確か理系で丸大予備校に通っていたのよ。国立狙いだと思っていたんだけど、年賀状で書くくらいだから共通テスト前には決まっていたってことだよね。じゃあ確率的に国立の学校推薦の線は薄いんじゃない？だって学校推薦って共通テストの点数が課される場合が多いから年内には決まらないじゃない？そうか。なんたらくんの中高はまあまあの難関校よ。私立だったら総計でないと指定校はもらわないと思うのよ。じゃあ私立以外の指定校の線はない？ああ、今普通のサラリーマンだったけどおじいさんにお金がありそうだったわよね。私立以外はあるかも。なんたらくんどこに決まったのかしら、気になるわ。年賀状の一言から進学する学校を当てるのは難しいようです。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。